ハントカシマシっていうバンドがもともと好きで、この代表曲なんですけど、恋の月のようにっていう曲を弾き語りでやりたくて、それに、もうやりたくて入って、で、2年生の時1回やったんですけど、やっぱエリカシの歌すごい難しくて、それ以来やってなくて、弾き語りだと1曲しかやってなかったんだなと思って、今日はあと2曲はエリカシなんですけど、ちなみにこれより上ではないんですけど、エリカシがなか好きじゃなかったら、知らなかったら生音にもいないし、本当実際に来た理由って本当は吹奏楽やりたくて来て、まあ、たまたまなんか気になる学科もあったから実際ちょうどいいなと思って来て、最初は吹奏楽本当入る気満々で来たんですけど、なんかイメージと違って入らずアコギもいいなと思って入ったら4年間続けられて、まあ本当に生音入ったことに関しては全く後悔がなくて、いい大学生活だったなと本当に思います。じゃあ2曲目は昔の風に吹かれてをやります。本当に好きです。
ごい言っておきたいことがあって、私就活でいなかった時に全然生音に戻ってくるつもりだったんですけど、分からなかったらどうなるか全然考えてなかったんですけど、4月から5月、4月あたり学校で会うと、あの生音の人がします。本当にありがとうございます。でその時、ちょっと次に行く方も関連するんですけど、次は4月の風っていうことでやるんですけど、なんか、今年の4月、めちゃめちゃこの曲を聴いてたっていうことなんですけど、この曲、私にとっても大事なんですけど、その本家のエカシっていうバンドにとってもすごい大事な曲で、エカシってそれまですごい、売れてなくて、今とは全然曲調が違うんですけど、一回契約切れて、浪人時代っていうのがあって、そこから悲しみの果てとか生まれたんですけど、4月の風もその時期に生まれて、ボーカルの宮本さんが初めて気取らない歌詞を書けたっていう曲なんですよ。サビが明日も頑張ろうって本当に分かりやすい歌詞なんですけど、これ、この曲をみんなに送って終わりたいなと思っています。私自分の弾き語りあんま好きじゃなくて自信いつもなかったんですけど、やたらなんか好きですって言ってくれる人が多くて本当に嬉しかったです。じゃあ最後に4月の風やります。ありがとうございました。
Thank you.